じゃあ皆さんこんにちは、ツコミゴールドです。こんにちは。今日は多分みんなもしてると思うんですけど、今日チカさんとお猿さんとプリンが来てるんで、チカさんの家なんですけど、ツコミゴールドのチャンネルに来てくれたんです。はい、今日はベジマイトのチャレンジしたいと思います。はい、これスプーンにつけて、ちなみにね、私のチャンネルの方でベジマイトの正しい食べ方をやってる。そうだよ、ね、ゴードのチャンネルでは正しくない食べ方を。そうどれぐらいつける？これ何やるの？誰が一番最初に終わるか。それでいいか。終われる？食べ終えられるの？終えられなかったら終えられなくていいんじゃない、うん、スプーン一杯じゃん、だったら。そうだね。スプーン一杯食べられなければ仕方ないけど、その試みを。分かった、じゃあスプーン一杯すり切り一杯にしよう。すり切りあ、そうね、そうね、あ、そうそう、あ、そう、これが綺麗にフラットにすれば、うん、メンケットはちょっと量、あ、そうそうそう、あ、綺麗、あ、綺麗、こんな量のベジマイトですよ。 That's a lot. I know that because I've had it lightly on toast and that was already salty. どうぞ。これ結構多くない？多いよ。これ私無理。3人とも無理じゃない？もう何がしたいっていう動画。10秒で一番食べれた人が、ああ、じゃあそれで挑戦です。うん、今日のご飯を覚えるのね、夜。負けた人が、うん、okay、怖いで、勝った人が選べるのね、どこで食べるか。あ、でもちょっとなんかこのチャレンジなんかどんどん怖くなってきたんだけど。10秒ちょっと私やだ、これ無理。11秒になってる。はい、Ready? Set! Go! うわっ！無理体が反応してる。食べれない。よし。おお。なんかが鳴ってんだよ。一回入れて、もうまた吐きました。めっちゃ涙出てる。飲み込んだ。一回入れて、また出した。口から。本当に受けられない。一番食べたんじゃない？何丸くなってんの？何丸くなってんの？涙です。まだ口に入れてる分偉くなったし。入れてんの？すごいね。思ってたよりダメだった。これはやっぱり後でパンにつけてね。ちょっとアイスクリーム食べたけど。あ、そうそうそう、そう今アイス食べたらめっちゃ美味しいやん。今アイス食べた。うまっ。美味しい。うん、あ、美味しい。美味しい。やっぱベジマイト食べるとき気をつけた方がいい。そうだね。正しいベジマイトの食べ方は私のチャンネルで見てください。スプーン一杯はダメですよ。良い子は真似をしないで。これちゃんとね、この後パンにつけてみんなで美味しくいただくもんね。そうそう、ご飯になる。そう、あのほんと涙めっちゃ出てる。すごいね、ベジマイトのパワー。パワー、ベジマイトパワー。ここ痛い、なんか吐く系の勢いで肌が痛い。ベジマイトで育ったゴードでもそうなんだけど。でも全員負け。確かに。ベジマイトの勝ち。ベジマイトの勝ち。全員負けたで、今日はベジマイトの勝ちにします。みんな割り勘でご飯食べに行きましょう。どうも。ツッコミどころ満載のツッコミゴードの動画でした。そう、この動画全然コメント欄で突っ込んでいいからね。
そしてあのちかちゃんのチャンネルも見てください。みんなちかちゃんのチャンネル借りきたと思うんだけど、まあ、あのもう一回見てください。Hi, thanks for having us, Gordo. Thanks, guys. See you later.